この3連敗のうちの2敗を喫した私の、まあ何て言いますか、原因を作ったっていうのはあの長嶋さんなんですよ。昭和33年、長嶋さんは入団1年目ですよ。新人です。なぜ私たちは初めて対決するバッター、何も知りません。どこに長所があって、どこに欠点がある、どういうコースが強い、どういう球種が弱い、これは分からないです。どんなにたくさんデータがあろうとですね、情報があろうとですね、実はどのコースにどういう球種の球を投げて、それをストライクゾーンに入れるのかボールにするのかっていうのは、バッターの目を見ただけで決まるんですよ。もう投げる前に、バッターと対決する前には決まらないです。頭の中には多少アウトコースが弱いバッターだからアウトコース攻めようっていうものありますけども、キャッチャーとサイン交換するのに僕らは必ずバッターの目を見ますから、ガッバッターもバッターボックスの中でさあ来い、ガッと睨み返す。このメートル目立った時に実はもう戦いが始まってましてね、心理戦といったのはそこなんですよ。バッターが乗ってますとね、すごいですよ。あのバッターボックスからですね、ある種人間のね、念力って言いましょうか、グーッと押します、グーッと押されますね。いいバッターが全部じゃないです、乗ってるバッターなんか発散してますね、すごいもの、こう押されるんです。こう押された状態で投げたらね、もうそのバッターに投げちゃいかんというコースに球が行くんですよ、そうって呼び込まれるようにね、で当時第一戦は3番長嶋でした。1番廣岡さん、2番坂崎、3番長嶋さん、ツーアウト走者なし、さあ長嶋と初めて対決、グッと見ましたらね、なんと長嶋さんボケーっと取ってるんですよ。睨め返しも何もしないんですよ、ね、例えばバッターでしたら、私らもう相手があんまり状態わからない時っていうのは、いっぺんテスト投げるんですね、遠目にパッと投げてね、その時にバッターがプッとここまで出てきて見送った、あ、これアウトコースになったな、アウトコース投げたのにふって体が開いて出てくる、それでアウトコース手が出なかった、あ、これインコースになったんだ、じゃあ次はどこ狙うのか、これがまあ戦いなわけですね。長嶋さんは投げてもボケーっとって見送るわけですから、あ、打たないんだと。そしたらですね、カウントワンツーだったかな、ペッとアウトコースと言ったら、そこからガーンライトオーバーの三塁打を打たれたんですよ。第一打席に騙されたと思ったんですね。そして二打席目回ってきましてね、今度騙されるんだってすぐ見るんですけど、相変わらずボケーとこの人気持ちのあれやっちゃなってね、とうとうストレートのフォアボールですよ。それからね、頭の中こんなになりましてね、4回ワンアウトでノックアウトですか、第一戦。それからずっと長嶋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 って何考えてるのかな。で3連敗した後、実は1日雨に流れたんですね。これがね、非常に私にとっては、貴重な時間でございました。まあ肩を休められたっていうのも、1日伸びたっていうことはあるんですけど、それよりもあの長嶋長嶋長嶋結論が出たんです。ザーッといろいろ試行錯誤して、さっき言ったようにですね、あいつだって何を考え、こう考えるだろう、こう考えてるだろうと思ったのが、結論は何かって、あいつは何も考えてなんちゃうのそうなんですよ。あのバッターは何も考えてないんだと。じゃあなぜ打てるか、感性なんです、すごい感性。例えば皆さんに向かってキャッチャー向こうにと見ますね、そうすると肩からこちらにペッと入るとですね、ピッチャーって大体インコースに投げるわけですね、右バッターが。当然アウトコースなんて遠いところに投げると肩がパッとこういう形で出てくる、こう入ってくるかこう入ってくるか、この違い、これがね、長嶋さんの目にはね、パッと体が反応する。肩がスッと入ったら、肩がスッと腰が自然に開く、肩が開いてきたら自然に肩、あの自分の体が前に行く、遠目を打つ、これなんですよね。だから頭の中何も考えてないんですよこれだ。で4戦目からこういうバッターに対して、それをアウトにするためにはどうしたらいいか、相手が考えてない、こっちが考えて、勝てるはずがない。よし、相手が考えてるのこっちも考えないでしょ。で投げる球を、もうサインは4戦目からデタラメ、ジェスチャー、デタラメなサインっていうか、ジェスチャーでサインして、投げる球をどこで決めたかっていうと、足を上げてこうステップします、バッ。
長嶋はボーッ立ったのがグッと出てくる、グッと開くの、ここで分かったんです。ここじゃ分からないんですね。ですから長嶋さんがグッと肩が入ってきたら、ここからですね、バーッシュート投げるんですよ。向こうの方がパッと開いてきたからバーッスライダー投げるんですよ。肩が入ってきたら近め、開いてきたら遠め、これでね、ここで書いてあるんですよ。これはね、練習しないとできないですよ、なかなか。ところがね、できたんですよ。なぜできたか、もう後がないんですよ。もう逆境に立たされたわけです。あと一つ負けたら終わりなんですよね。そういう思いがですね、夢中にさせてましたね。と思いは一つもなかった。ただ一つあったのは、よく持ったな。で、こんなことがございました。これは私にとっても大変貴重なね、体験でございました。さすがにですね、第7戦の7イニングに入りました。もうプレーボール前のピッチャーのウォーミングアップってのは、あれは8球って決まっております。だけどもう連投してますから、もうこっちはエネルギーを使いたくない。で、アンパイアにもプレーボールかけてくださいって言って、下向いてボールを拾って、でバッターの顔見ながらグローブ入れて、さあとのね、ボットも構えてないしね、キャッチャーも座ってない、アンパイアもなんかこんなことやってるわけですよ。早くプレーボールかけてくださいよって、その仕草を見てた当時キャッチャーの大ベテランの日比野さん、こうやって指さすんですよ。何かと下見たらボールが下にあるんですよ。これさっき拾ったのにと思いながら、もう一遍拾って持ち上げたら、ボールが上がらないんですから、握力ゼロですよ。皆さんに変えてもらおうか、とにかく1球投げてみましょう、1球の球がどこ行くか分からんときは僕自ら監督に言います。じゃあまっすぐやろ、まっすぐ投げますから、どこ行くか分かりませんよってモーションかけて、バーッと投げたら変わらん球がバーッといったんですよ。大丈夫ですよ、よし、あと3回やからな。その時も6対0で勝ってるんですよ、第7戦。あと9人もあと8になった、7になった、あと6人になって、こうやってたって感動しちゃったんですね。で、終わった時はもうポカーンとしてました。あ、やっと終わった、勝ったって思いはなかったですね。それからね、1週間ぐらい経ってね、あの時どういう心境だったかなと思い出した。もう一つなんですよ、夢中なんですよね。あと3イニング、あと打者9人すれば終わる、8になった、7になった。で、我々まあ、これは野球に限らず全てのスポーツに共通して言われるところに、心技体って言いますね。どうしたら精神力はどんな形で作用するのか、なんちゅうことはね、こんな簡単な哲学はないわ。どれだけ夢中になるかですよ、どれだけ一生懸命取り組むかですよね。これができたらね、集中力になりますから、絶対成功する。あ、これだったんだな。これも考えてみたら長嶋さんのおかげですよ。3連敗がなければそういうことにならなかったかもしれないということが言えるんじゃないかと思うんですね。同時にですね、私が入団した時のあの三原マジック、まあ皆さんも会社の中ではこれまで、新入社員入られて、そして入った時には必ず上司がいますね、係長、あるいは課長、あるいはそれで部長、まあそうやっておりると思いますけど、我々の場合はコーチっていうのがありました。そしてそれね、監督って、たまたま三原野球という、三原当時はマジックだとか、あるいはマジックだとかって言われました。非常にこう機に富んだ作戦を応援する。この土台は何かって言いますと、選手の性格を非常によく把握する、これに私が乗っ取った。だからまあ三原さんって方はですね、連投もしましたけども、一度たりとも実はチームのために我慢したとか、チームのためにきついだろうけどこの試合投げてくれって言われたことは一度もないんですから、投げたいっていう気持ちにさせるんですね。それからね、なんていうかね、この言葉悪いですけど、うまくない演技をやりましてね、
前の日すれば完投する。の翌日練習来ます。今だったら中4日ですからね、4日間はベンチに入りません。グラウンド行きましたら皆さんがまず呼ばれます。あ、ナイスピッチング小倉さん、君どこで見るかねって言うんですよ。見るかねって何かって試合を見て相手のバッターを研究しなさいって言われてる。だからベンチには入らないけど、もう記者席とかカメラ満席とかそういうところで観戦しなさいって言われたんですね。だから今日あの記者席で見ようか、あの写真席で見ようかと思ってますがって言ったら、あ、そうか、じゃあベンチで見ても一緒だね。ベンチにいるかって言うんですよ。だからベンチで見られるのが一番いいからね。それでベンチに残る。試合が始まる。5回6回1点か2点かリードしてる。そうすると宮田さんがベンチのうらうらうら始まるんですね。で、私たちはもう今日は投げると思ってませんから、まあ、ベンチのね、端っこにいます。で、わざわざその端っこに来て、しかも私にお尻を向けて片足をグラウンド出して考える人やるんですよ。これやるんですよ。また後ろからですね、宮田さん何してるのかってこうやって見るんですよ。で、ね、一瞬真剣にこうって思い出してね、考え込んでる。それパッと終わると僕もねパッとベンチの裏行きまして電話があるんです。これブルペンとつながってるんです。でブルペンと話すんです。ピッチングコーチと、まあ、リリーフピッチャーの予定とかなんとか話してるんです。はい、じゃあブツブツって言ってるんですがね、最後にね、そうかダメか困ったなってこの3つ言うんですよ。もうセリフ以上決まってるんですよ。そして私はそれを耳にする。ああ、リリーフする予定のやつ調子悪いんだな、おそらく8回9回あのクリーンアップに回ってくる、あそこを抑えたら勝てるのになと思うんですね。そうすると私のお尻がねムズムズムズしてベンチに座っておられないんですよ。そうするとね、もう仕方ないからベンチから出てブルペンに行くんですね。体操をしに行こうね、今日投げる予定はないけど。でブルペン出て、あのベンチを出てブルペン行くまでにお客さんの前を通るんですよね。そうするとお客さんがうわーいやー神様仏様って、私はずーっと乗りやすいタイプなんですよね。ブルペン行ったらもう前の日完投ですから、肩バリバリだから、マッサージ代わりに私はキャッチボールやる、軽くね、大きくパスでほぐれてくる。そうするとピッチングコーチ、おい調子いいみたいだな、あと2回でいけるか、そうですね、行きますよ。18試合連続登板なんて記憶ありますけどもね。そういうふうに宮原さんって方は非常に選手のね性格をそう生かすっていうかね、掴んでそれを作戦に応援する、これはね実にマジック的でございました。そういう監督が巡り合えたっていうのも私の幸せなんですね。